ではここからは明日のお天気の注目ポイントを3つ確認していきましょう。まず1つ目はこちらです。近畿や東海は朝の通勤通学が雨のピークとなりそうです。天気図から確認していきましょう。前線を伴った低気圧が日本の南岸を東に進んでいきます。この影響で、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んで、前線付近では雨雲が発達する予想です。特に通勤通学の時間帯に雨が激しく降るところもありそうなんですね。降水の予想をマップで確認していきましょう。そうしますと、朝8時時点では四国エリア、かなり活発な雨雲がかかっているところが多くなっています。その他の西日本から東日本にかけてのエリアでも活発な雨雲がかかって雨が激しく降り、雷を伴う恐れもありそうです。交通機関に影響が出る可能性などもありますので、外出前に最新の情報をしっかりとご確認ください。午後にかけても東日本では雨が降りやすいエリアがありそうです。ではここからは2つ目のポイントを確認していきましょう。関東は1日を通して断続的に強い雨に注意が必要です。関東エリアに注目して降水の予想を見ていきましょう。朝の時点でも雨雲がかかるところがありそうなんですね。特に南部を中心に雨の強まりにお気をつけください。だんだんと時間を進めていきますと、午後ほど広範囲で雨がゴーッと激しく降ったり、雷を伴ったりする恐れがありそうです。雨量がまとまり、道路冠水や河川の増水の可能性もありますので、最新の気象情報をしっかりとご確認ください。では気温の予想も確認していきます。そうしますと、朝の時点でだいたい黄色の15度前後のところが多くなりそうなんですね。一部エリアでオレンジ色の20度以上のところも出てきますけれども、明日はお昼になってもあまり気温が上がらないことがわかります。朝と比べてほとんど気温が上がらないところ多くなっていますね。今日は蒸し暑い体感のところが日中多かったんですけれども、明日は前日との体感差も大きくなります。服装などでうまく調節をしてください。そうですね、よく言えば涼しいんですけれども、人によっては少しひんやりと寒さを感じられるかもしれません。特に最近暑い日が多かったので、よりね、そのギャップで体調を崩しやすかったりもするので、服装選びなどには十分お気をつけいただければと思います。では3つ目のポイント確認していきましょう。北海道は道北で雨が降りやすくなります。こちらも雨の予想を確認していきましょう。マップで見ていきますが、北海道エリアも大気の状態不安定となりまして、雨の心配があるんですね。外出の際に雨が降っていなくても雨具があった方がいいかもしれません。一時的な強まりや雷、雹にもご注意ください。ということで、明日のお天気の注目ポイント3つ確認していきました。ではここからは今日のお衣装をご紹介していきたいと思います。今日も素敵なお衣装を提供していただきました。やはり夜の番組に暗い色を着るとすごく夜空に馴染んで素敵ですよね。このトップスとスカートともにトレコードさんのもの、そしてイヤリングがジェミカさんのものになっています。このトップスはノースリーブではあるんですけれども、こんな感じでケープがついているので二の腕もカバーしてくれつつ、すごくおしゃれなデザインですよね。そしてスカートがふんわりしたフレアのものになっておりまして、ちょっとクシュッと感があるのも可愛くないですか。チェックの模様で若干ね、黄色が入っていたりだとか、すごく細かいところまでこだわりがあって可愛いお衣装だなと思って着用させていただいております。そしてイヤリングがハートモチーフになっているんですよね。わかりますか。はい、こんな感じでゴールドのハートモチーフなんですよ。
今期はハートモチーフがトレンドということなので、私も個人的にもこれから取り入れていきたいなと思っています。はい、ハートです。今日も素敵なお衣装、アクセサリー、そしてスタイリングをありがとうございます。衣装紹介のお時間でした。ここからは明日の空読みを確認していきましょう。